はい、本日はですね、ノースフェイスで買ってはいけない春のアイテムをご紹介していきたいなというふうに思います。ということでね、そろそろ春アイテムが展開される頃になるんですけども、じゃあ春夏もそろそろ出てくるし買っていこうかなということなんですが、2月からねガンガン出てくるんですけども、その中でもね僕はいろいろ買ってる中で、あ、ちょっとこれノースフェイスすごい A ブランドなんやけども、ちょっとこの辺微妙なところもあるんちゃうかなという、あくまで個人のね独断と偏見でいろいろ話していきたいなと思いますので、まあ、これに該当する方は合ってないかもしれないけど、該当しない方はね合うんじゃないかなっていうのをですね、今回3つ、3選でご紹介していきたいなというふうに思います。まず1つ目というのは何かと申しますとですね、まず1つ目、ノースフェイスって結構アウトドアですごいいいブランドなんやけども、あの今隠しましたけどね、何がちょっと一番僕しっくりきないかというと、靴ね、靴系ちょっと弱めっていうところがノースフェイスの唯一の弱点かなと思います。それはやっぱどんなブランドもねちょっと弱い部分ってあるじゃないですか。だからそう考えると、ノースフェイスの靴じゃあ何が弱いのって言ってくると、例えばこういうのとかでも他でもそうなんですけども、全体的にクッション性が悪いんですよ。だから履いててものすごい疲れるっていうのが僕の個人的な感想なんですよ。で、僕普段何に履いてんのっていうと、普段はね他オネオネとかバンズとか履いたりしてるんですけども、それよりもやっぱ履き心地ちょっと悪いと。で、その代わりノースフェイスでもね靴系でいいのあるんですよ。で、おいおい言うてることちゃうやないかって話変わってくれないかってことなんですけどもね、こういう要はオリジナルのソール、ちょっと汚いですけどね、こんなん汚いの皆さんに見せるあれじゃないんですけども、こういうオリジナルのソールのやつってそんなによくないんやけども、ビブラムソール使ってるとかっていう、ちゃんとソールでもブランドのソールってあるんですよね。服やったらゴアテックスがあるみたいな感じで、防水ジャケットでもゴアがあるとか、フリースでもポラテックがあるとかみたいな感じで、ソールやったらソールでビブラムソールっていうソール、まあソールのブランドがあるイタリアであるんやけども、まあそれを使ってるのっていうのがね、冬場に出てくるヌプシブーティー、ここに画像出ると思いますけど、こういうのはね履き心地いいんですよ。やけどこのタイプの普通の、まあ、シューズ系っていうのはちょっと履き心地が僕個人的にはあんまり好きじゃないということで、基本的にはおすすめしません。だから別に買うのはね50円に買ったらいいんですけど、友達とかに聞かれたらちょっと靴はやめといた方がいいんちゃうっていうのがね僕の個人的な感想でございます。で、1つ目がこれで、2つ目が何かというとね、2つ目がねこういったコラボ系もねとにかく手出さん方がいいでって僕は言うんですけども、まあ、例えばこの、ブルーのジャケットはね、こちらビームスとのコラボのジャケットなんですよ。で、こっち側がねシュプリームとのコラボの、これはフリースですけどもね、まあだいたい4月ぐらいかな、なんかノースフェイスとシュプリームのコラボ出てきますわ。まあ言うてもね、それもね、まあ、個人的にはあんまり良くないんちゃうかなって、良くないっていうかアイテムとしてはいいんやけども、個人的にはあんまおすすめしない。なんでじゃあおすすめしないんですかって言いますとですね、まあ相対的に見て価格とクオリティが合ってないんですよ。だからね、まあ分かりやすい例でいきましょう。パッと今ジップ開けた時にももうすでに噛んでるんですよ。なんかこういう細かいところまで配慮されてないっていうところなんやけども、このジャケットでも3万円ぐらいしてくるんですよね。だからそう考えるとコスパが合ってないんですよ。あの値段とのクオリティが合ってないんで、品質云々とかよりも、まあデザインがかっこよかったらそれでいいねんっていう人は全く該当しないんですけども、まあどうせ買うんやったらね、まあ3万円相当のね、あのクオリティがあった方がいいなっていう方は、とりあえずコラボ系はもうとにかくやめといた方がいいかなと思います。だから僕はとにかくコラボかっこええと思うかもしれんけども、そこに3万出すんやったらオリジナルのインライン出した方が絶対ええからって、まあみんなに僕は言うんですけどもね、まあそれは個人の自由やから買って、買いたい人は買えばいいと思うんですけども、まあそういうちょっとコラボ系はね、やめときましょうかなっていうことで、思ったりはしております。ただね、あんまり品質とかちょっとわからんと、触っても何が品質違うのかわからへんわっていう方は全然ありやと思うんですけど、僕やっぱいっぱい触ってるじゃないですか。で、それこそね、1枚のこの生地の値段がなんぼするかとかでも分かってるからね、やっぱ触るとまあ値段と合ってないよねっていうのがね正直な感想なんですけども、まあ、そう考えた時にちょっとコラボ系はね、ちょできるんやったらやめた方がいいっていうのが、まあ、正直な感想になってます。とは言いながらもね、おいおいおい、お前うさんくさい顔しながらずっと買っとるやないかと、これビームスも買ってるやないかと、シュプリームも買ってるやないかと思うじゃないですか。僕これ一回も着てませんから、動画で紹介してそのまま眠っておりますけどもね、まあそういったことで見た目かっこいいかもしれないんですけども、まあプライベートで着ようとか、まあ普段着ようかなって思うようなジャケットでは僕個人的にはないっていうところがね2つ目になってます。では3つ目何かというとね、これ3つ目な皆さん気をつけてください。結構ありがち、やりがちなんやけどもね、何かと申しますと、カットソー系 T シャツ、ロン T、 このあたりねちょっと気をつけてくださいということで、ノースフェイスの T シャツ系っていうのはね大きく分けて2種類あるんですよ。で、これあれですよ、袖が長いとか短いとかそんな話じゃなくて、 T シャツ、ロン T、 半袖長袖、どっちもそうなんですけど2種類あって、まず1つ目っていうのはね、こちらちょっと今出してきましたが、こっち側っていうのがこうポリエステルが入ってるタイプの T シャツ、これはねタグ見れば一発で分かります。ポリエステルが入ってる、何パー入ってる、 50% 入ってる、 70% 入ってるって言うんだけど、入ってる系の T シャツ、これの特徴っていうのはとにかく首が伸びます。後でこれ着ますけどね、分かりますけども、これポリエステル入ってるんですよ。で、次こっち側っていうのがコットンだけの T シャツ、これはね首伸びないんですよ。あ、ほんなんこれめちゃくちゃええやん、じゃあこれにしときますわと言うんやけども、
ちょっと待ってくださいと、これは必ずワンサイズ上買ってくださいという話はあるんですけども、一旦まず首伸びてるところをね、見てみたいなというふうに思います。でも T シャツね、まあ別に俺首伸びてもええよという方いらっしゃるかもしれないですけど、ちょっと貧相になるでしょう。まあ僕ちょっと今これやったらこんな感じじゃないですか。で次首伸びてるやつ来ますね。はい、いかがでしょうか。なんかちょっとボンビー臭くなってますよね。一気になんか貧しい子みたいになってますけども、やっぱ首がねちょっと伸びてるっていうところがね、これはどうしても仕方がないかなと思いますし、この首ねめちゃくちゃ寄れやすいんですよ。僕も何枚も今まで買ったけども、ポリエステル混合系のっていうのはとにかく首がこうやって伸びやすいっていうところが、まあ、デメリットではあるんですけども、そういった特徴があります。ただね T シャツもこのポリエステル入ってても全部ポリ100のランニング用の T シャツかはね、またそれはちょっと話変わってくるんだけど、まあ、普段プライベート私服で着る用のノースエスでいうと、僕はいつもこの2つに分けるんですよ。ポリ系の首伸びやすいやつか、コットン系やねんけども、ちょっとここにもデメリットがあるっていうことで、次こっちの話に行きたいんですけどね。じゃあコットン系、コットンってまあコットンボールって技やねんけども、それを使ってるので首の伸びっていうのはあんまりないんですよ。だからそれはあめちゃくちゃええことじゃないですかと。ほんならじゃあ僕コットン行きますね、ちょっと待ちなさいと、その前に僕の授業聞いてから行きなさいよということでね、まあ一回聞いてもらうわけなんですけども、はいと、まあ見てもらいました。どうですかね、まあ柄が似合ってないとかね、このデザインが似合ってないとかっていう話は一回置いとくんだけど、別にこれ貧乏臭くはないですよね。全然普通やんって感じだし、冬もねそんなよれたりしてないんですよ。でも結構洗ってますよ。結構洗ってるけどもよれたりしてなくて、あじゃあ問題ないですね。たくさん結論言う前に俺も買ってくるわ。ちょっと待ってまだ講義終わってないよと、ちゃんと座って聞いとけいう話なんですけどね。どういうことなんかっていうと、こういうコットン 100% 系っていうのはこう肉厚でええんやけども、めちゃくちゃ縮みがあるんですよ。だからワンサイズ上を必ず買ってください。っていうのも僕普段サイズ L サイズ買うんやけども、 L でね新品で買った時はこれぐらいですわ。だけど洗濯するとね一気に袖足りんくなるんですよ。でこれ今着てるのは XL です。だから普段 XL って絶対買わへんサイズなんやけども、 XL でワンサイズあえて大きくしといて、あと洗濯して縮ましていく、そしてパンぴったりにするって感じで、僕はロンティーで今までね過去何回も L サイズを着ては、洗濯してもう短くなって着なくなったので嫁にあげるっていうのを何回も繰り返しました。お前学習能力ないやんけっていうことなんですけども、まあそれはね僕が痛い思いして分かってることなんで、まあ皆さんももし仮にこういうコットン100でじゃあ T シャツ買いたい、ノースエスの T シャツ買いたい、ロンティー買いたい、これからねそういう方いらっしゃると思います。もう背中にノースエスロゴがとにかく欲しいんやと、そのロゴさえあれば俺は無敵になれるんやって方いらっしゃると思うんですけども、その場合はですね、まあ、ポリが入ってる場合はちょっと首が揺れる可能性があるよねと。でそれ以外にコットン 100% ですで行くんやったら、それはそれでいいんやけども、ちょっとワンサイズ大きくしといて 2,3 回洗うぐらいでちょうどねサイズが良くなってきます。で縮みに関してはね1回目しか縮みてないんですよ。でコットンの縮みってそもそもなんであんのっていうと、もともとね糸ってねこうまっすぐピーンって貼られてるもんじゃなくて、こうくねくねしたテンパみたいなやつなんですよ。だからもう無理やりこうピーンって伸ばしてるから、このテンパに戻ろうとしてるんですね。水に揺らすとキュッて戻っていくんで、どうしても縮みが出てくるということで縮みがあるんですけども、まあ、それも語り出したらキリがない。それはもうジャパンメディアの YouTube チャンネルで山ほど喋ってるからその話はもうしませんけども、まあ、そういったことでサイズをちょっとワンサイズ上に上げとくっていうところがね失敗しづらいんじゃないかなということでした。で、まあ、ちなみにポリエステル入ってる方は基本縮みあんまりないんで、まあ、いつものサイズで全然いいかなと思います。で先ほどもちらっと言いましたけども、ランニング系は別ですよ。ランニング系のやつっていうのはポリ100とかになってるから、まあ、それはそれでまた別なんやけども、今回はあくまで私服できるとかそういったところの話なんですけども、以上3つね。まずはこちらの靴系ですね。靴系はちょっとクッション性が他のスニーカーに慣れてはる方からしたらすごいあれちょっと疲れるなっていう印象があると。その代わりヌプシブーティに関してはまあ全然履けるんちゃうかなと思います。まあビブラムソンブレやからね。で次ジャケット、コラボ系のジャケットっていうのはだいたい品質が下がってくる。要は同じ値段3万円だ3万円で、本来ノースエスで出せる3万のクオリティではなくてちょっと下げてくるということで、まあ原価がちょっと安なってるんちゃうかなっていう印象があると。まあそれは勝手に僕は思ってるだけですけどね。っていうこの3つ、T シャツと3つということなんですが、もう1個ほんまねあるんで、めちゃくちゃ大事なことあるんやけども、これは別で動画、まあ、以前作ってます。劣化するジャケットということでね、これはとにかく劣化するから皆さん気をつけてくださいっていうジャケットがあってですね、ボロボロめくれてくんでいう話はしてますので、まあ、それはそれでちょっともう大々的に有名なところやから、まあちょっと一回それは置いといて、まあ、今回春夏に向けてねいろいろ買い物していこうと思うんやけども、あそういうとこ微妙ない、本来じゃ何買ったらええのと、そんなこといろいろ言うのは分かるんやけど、何買ったらいいんですかって言われたらですね、ご安心ください。今からまさに動画を作ろうとしております、ノースフェイス春夏で買うべきアイテムっていうのがねございまして、比較的これはコスパがいいですよ、あ比較的これはちょっと高品質ですよなんていうのをね今から撮ろうと思ってます、ね、まず一旦これはね買って後悔するかもしれないようなアイテムというのをご紹介させていただいたということでですね、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。